はい、こんにちは。隊長です。というわけで、ゼロタン監督キャリア続きやっていきたいと思います。今回はですね、リーグ戦5月突入ですね。リーグ戦しかない。リーグ戦とカップ戦しかないんで、えー、来月が忙しいんだよな。来月忙しい7月もまあまあ忙しくて、8月落ち着いて、 9月、10月、10月まで、あと半年や。<laughs> MLS はなんか、すぐ終わりそうですね。そして、前回の動画で、あの僕、僕じゃなくて、あの、イブラ監督が見つけた、えー、ネタ枠のブラフォルムについて、あの、ちょっとツイッターのご紹介をしたんですけども、えー、動画でね、あのブラフォルムのツイッターを紹介した時はね、50人ぐらいだったんですけど、なんと、さっきチェックしたら79人というわけで、 約30人ぐらいがね、あの、この動画を <laughs> 見て、おそらくフォローしたんじゃないかなと思います。ただね、ブラホルムのツイッターを見るとですね、昨年の8月ぐらいからね、更新していないという、<laughs> ぶっちゃけ言うとフォローしても何の意味もないんじゃないかっていうね、フォローしてあげてくださいとか言ったんですけど、まあ、あもしかしたらね、あの、フォロー通知に気づいて、ちょツイートすんじゃないかなーって、かすかな希望もあるんですけど、まあ、インスタグラムもやってるらしいんだけどね、なんかね、 ツイ,ッターでツイーでトした瞬間ブラホルムがツイートした瞬間に僕なんか反応を起こしたいかなと思いますそして前回の動画で日本にあのまあいいゴールキーパーいないかっていうことでちょっとスカウトマンを送ったんですけどもまあこの5人が来まして吉田昭弘そして小林純也がちょっといいんじゃないかなと思ったんですけど吉田にねちょっとねシニアチームに昇格させようかなと思ったんですけどダービーカウンティに取られちゃいましたやっちゃった吉田使おうと思ったんだけどなダービーカウンティが先に目つけました このままね、スカウトレポートにね、載せたまんまだと取られちゃうんですよ。こっちのユースチームに持ってこないと。でてなると、小林淳也か。小林淳。<laughs> ポテンシャル66から90。うーん。期待薄だなまだ吉田の方が良かったね。もうちょっと待つか。日本人のゴールキーパー。もうちょっといい選手来るでしょ。この3人はちょっと微妙なんで。小林淳也。でもちょっと他のチームに取られる前に、一旦ちょっと契約しとこう。うん、小林淳也。66から90。 えー、総合値53どう伸びそう <laughs> 伸びそうかなこの選手まだ使わんちょっと様子見だないや使ってみるか使おうシニアチームに昇格えダメだったら違う日本人のゴールキーパー探しちゃいいからちょっと LA ギャラクシーではねあのユースにちょっと力を入れてほしいということでこれでね結構評価上がったと思う 86に上がった。早速リーグ戦で使ってみるか。さあ、というわけで、えー、今まで主力ゴールキーパー、ビンハムだったんですけども、えー、控えのゴールキーパーに小林淳也、入ります。総合値53。<laughs> 非常に怖いですけども。まあ、そして前回の動画で、イブラの中での優先順位、変わりました、えー。チチャリートが、えー、ナンバーワンだと思ってたんですけど、やっぱり記事と先発で使っていこうと思います。結果出してるからね、当然っちゃ当然。総合値とか関係ないから、結果出してる方を使う。 というわけで次のリーグ戦はこのメンツでいきます、えー、マナコフ・キジト先発左リング右エリキですね初先発の小林淳也小ュン使っていきたいと思います今回の相手はカンザスシティ17歳の日本人がアメリカに挑戦ですいないよねなかなかこういう選手は J リーグデビューもせずアメリカでデビューするという でもなんか身長はでかいよな197ぐらいあるんだよねキーパー身長大事ですから1 9 4センチ8 3キロプレシーズンマッチとかで使うべきだけどいきなり本番で使いますきたよクロスキジト小林淳也鮮烈デビュー小林淳です小林淳 いいんじゃないこれでもなんか総合値低いキーパーほどなんかビッグセーブ、あのー、しちゃうっていうのがなんか俺のキャリアの中であるあるなんだよね来た来たこれオフじゃないでしょファーサイドエリックー <laughs> ああ事故ったいいね LA ギャラクシーに来てからブラホルムやら小林純也やら あーもう全然、なんか将来有望じゃなさそうな選手をね使ってるっていうね言っちゃ悪いけど絶対成長しねえだろ、大して。あかん、やばい。まずいぞ、まずいぞ、打ってくるか、打ってきた、小林隼也、ナイスセーフ。 <laughs> 落ち着いてる止めた後のドヤ顔うわナイス小橋純也ナイスうんキャッチしてほしいけどなそれはキジとオッケーエリキサイドは このまま行きますナイスカウンターによる先生。エリキハエ五5ゴールかも。よし、この勢いで西カンファレンス周囲取りに行こうぜ。今4位ですからね。我々は。てか、今回の動画のコメントで、あの小林純也の <laughs> 評価が良かったら、 今後も先発でどんどん使っていこうと思います。ビンハム使わずに小林淳也使っていくのもありだけどね。<laughs> キッチン、リング、サイドめっちゃ空いてんな、おい。そして、キジトが来、お外すか、キジトこれ。イブラのまな弟子。キジト、ロサンゼルス・ギャラクシーに来て、ちょっと立場的には厳しいんじゃないかなって言われてたけど、ちっちゃい糸に勝ちましたからね。 もう今はもうキジトがエースストライカーあー小林ナイス <laughs> ナイス小林前半の小林3回ぐらいビッグセーブしてんじゃん小林もいつかはイブラチルドレンに空いてるまずい小林 <laughs> 小林、小林やるやべえ逸材見つけちゃったわこれよこれおい、危ない左サイドナイスカット最近サイドからやられてないマナコフからコレエリキ エリキ速くなエリキこんな速いうわエリキ速これでリング追加点リングリーグ戦初ゴールなんだこれでうわ裏抜かれたこれ数的不利 小林 <laughs> えやばいやばいんご <laughs> 小林やばいんごというわけでクリエスタンを下げてブラホルムチチャリート入れますかキジトを下げますよしマジかあーこれはさすがに決められた小林これ止めることができず でもここちょっと抜かれたストレスが原因だなその後離れちゃったし <laughs> あでも小林頑張ったわ止められそうだったもんこれああ無失点いきたかったなちょっ,とこのどちょっとみんな判断して小林にちょっと才能あるかどうか <laughs> 次回以降も使,使っていくかもしれないからまだ日本人の,あのゴールキーパースカウト続いてるからね いや、ナイストラオレ、外すおブラホルム、ここしっかりとボール取ってマナコフ、マナコフブラホルムブラホルム、ブラホルム,ブラホルム無理するなブラホルム、ブラホルム自分で行く 勝負ありお相手選手踏んでったぞオイ <laughs> ブラ監督も駆け寄るなんと最後はブラホルムが締めました <laughs> めっちゃ喜んでるブラホルムめ <laughs> いいね今日若手が大活躍だいいシュートうわすげえな <laughs> 嬉しいよ初ゴールですねネタ枠がゴール決めやがった <laughs> 試合終了3対1まあちょっとあの失点は仕方なかったんですけど小林がね止めるとこ止めなければ引き分け33ぐらいだったから、うん、キーパーの小林純也 <laughs> よくやったわほらもうセーブ <laughs> ちょ1本目見ていきましょうまず1本目これビッグセーブ <laughs> まあちょっとシュートのコースがニアに限定されてたからよかったね2本目これもまあまあまあもうちょっと余裕ができればねこういうボールもキャッチできるようになるこれかな一番はこれこれ一番すげえ <laughs> 逸材だわって感じた瞬間だってこれキーパーグローブ出せえな変えよっかウィーカナダ代表からオファー来たぜスウェーデンいつなのおまた来た日本人のゴールキーパーえーっとねパーって見た感じはいないね平山優子女の子みたいな名前が来たこの選手66から90 平山優子。16歳だよね。ああ、平山優子ぐらいか。ポテンシャルだけ見たら。やべどうしよう。一応契約しとこう。一応な、平山優子。51。十一ですよ。日本人のゴールキーパー。ユースから2人取るっていうね。いやー、<laughs> あー総合値だけ見ればね、小林の方がいいけど。ちょ、ちょっとこの2人使ってみようか。 次平山を先発として出してみよう <laughs> 前回の試合はねあの小林がすんごいビッグセーブ何回も出したからちょっとこあの平山優子にも期待しようビンハム出番なし DC ユナイテッド DC ユナイテッド東カンファレンスの首位なんだけどあれ東カンファレンスともうこの段階で戦うことあんのこれ西カンファレンスだけで争うかと思ったけど東ともやるんだへえ <ー S 2> 東カンファレンスの首位と対決ですあ結局これ東西では一応序盤のうちに戦うんだ なるほどね。さあ、というわけで、今回のメンツ、ゴールキーパー平山優子。で、アンカー今回、アコスタを行って、マナーコフコロナの、えー、真ん中、生地と、リングで、で、右、アルバレスということで、やっていきましょう。相手は東カンファレンスの首位、DC ユナイテッド。というわけで、ゴールキーパー、<laughs> 今回、日本人、2人起用してますが、平山優子がいいのか、小林淳也がいいのか、 この試合で決める今のところ小林純也は、えー、合格前回の試合だけで判断したら平山はちょっとこの試合でどういうプレー見せてくれるかだねもう一度しかないからねチャンスは <laughs> ナイスカットアコスタアコスタがボール取ってキジトに預けたいがリングに預けるリンクリンク早い あもういけるな自分で普通に決まっちゃったリング2試合連続ゴールそうリング足速いんだよなでもウィングに置くのが正解イブラの天生 MLS で2ゴールあっとやばいぞこれは大丈夫か <laughs> いやでもセーブしてるとこ見たいおおよし平間優子いい反応 前回の動画であのスライダーは初期設定に戻したんですけどなんかサイドガンガン抜けるんだけど何これほらすげえ抜ける <laughs> こっち来たあーやばいユーコー取られました まあこれは完全に左空いてたんでまさかここな浮かしてくるとは思わなかったけど優子止めることができずいや今回は結果重視だからあそこで止められるか止められないかで出番増えるからね前回の小林がすごすぎたからちょっと平山微妙かなじゃあ,あのシーンだけ見て判断しちゃうとねあれだけどおお左空いてる これはこれはこれはああ助かったポソトにでも枠内だったら確実に入ってたなこれ <laughs> よしオッケーアコスタオッケー入ったー <laughs> アコスタスーパーゴール勝ち越し これ、地味にすげえなちょっとこの試合は前回ほど打たれてないな平山、暇だなちょっと序盤 LA ギャラクシーリーグ戦不調だったけどここ最近すげえ調子はい、キジトあれめちゃめちゃぬるゲーなってきてんだけど もうちょっと難しくしてもいいかな東カンファレンスの DC ユナイテッド相手にこんな戦いできるんだったらキーパーのあれだねセーブ率高めてもいいかもね相手のあとはマーキングちょっと強くしたりとか OK ちょっとやってみた感じね、この2試合、サイド通りすぎだからすげえ攻撃しやすいんだよ、マジ難しいわ、もう普通のアルティメットで普通のスライダーでやってんのにこんなに困るとはサイド。 とトくクでトくクでトーで打ってくるか打ってくるか？やばいあー平山って。ゆうこじゃなくて平山って言ってしまった。ナイスセーブ。試合終了。この2連戦攻撃陣調子良すぎキーパーに関してはね。2人1回ずつ使ってみたけど、まあ、小林の方がすごかったな。優子は1回。このシーンビッグセーブ。<laughs> <ペー>これは見せたね。<music>